日々まゆののエブリデイまゆチャンネル、おつまゆ、日々まゆのです。ピッ、今日は食べる。もう3分経ったかな。はい、今日はこれ食べる。まるちゃん裏の食ったチリペッパーシーフード味辛口って書いてある。はい、食べます。もう多分ね3分経ったと思う。うん、最高。カップラーメンってほんと幸せ。見て、なんか吸ったな。やった、いただきます。今日は、だらだらと食べます。今日はね、朝から YouTube の撮影をしていまして、まだこれから、今ね微妙な時間、10時半なの。まだ10時半なんだけど、今からまた撮っていくんだ。だからまゆチャンネル、期間限定の裏メニューらしい。期間限定だってさ。わ、かわいいね。私あの種類で一番好きなのシーフード。いただきます。あ、なんか混ぜたらこんな感じ、こんな感じ。お、シーフードだ。いただきます。シーフードだ、シーフードだ。難しい、久しぶりに食べる。寒ね。またニキビバッチしてるからさ。美味しいよ。うん、シーフードなんですけど、ピリピリしてる。あ、めちゃくちゃ美味しい。しかもこんなんすぐ食べちゃいそう。うん、幸せ。めちゃめちゃ美味しいです。味はシーフードですけどピリ辛。はい、いや今日本当は辛いラーメン食べたくって、あの辛ラーメン作ろうと思ったんですけど、家にソーセージがなくて、あの辛ラーメン食べるときソーセージね食べれないんですよね。そういう人いるかな。とかさ、チーズとか、うん、さすがにね辛いの大好きなんですけど。うま、なんかもらいものの立派なソーセージが冷凍庫にあるんですけど、ちょっとそれは立派すぎるなっていうさ。なんかさ、ラーメン食べるときにさ、てかラーメンっていいよね。私贅沢品です。ラーメンそんなに食べない。うん、うんうん、子供の頃はよく食べたって感じ。いや、よく食べてはないかもしれないけど、学生の時はさ、なんか食べた気がする。はい、出ました。いつもこのカップにストローさしてるけど、普段はストローさして飲んでません。紅がつくのが嫌なの、だからこうしてるの。あのさ、私昔からさ、こういうの見るの好きなんだけど、このカップ麺をさ、初めて見たの誰なんだろう。誰だと、なんか私こうやって普通に食べるんですけど、なんかどうやってやるんだろう。こうさ、こうやってやってさ、どうやってやるんだろうな。巻く人いない？こうやってどうやって巻くんだろう。こういうことかな。あ、こうだ。あ、いける。こうやって巻く人いない？私あの食べ方見るの好きなの。なんか上手に巻くなっていうか、上手に巻けない。もうもっと、もっと上手に巻くんですよ、巻く人って。もうそのままパクって口に入れる。うん、うん、
麺もう一個いけるな。やっぱ辛ラーメン食べたいな。食べちゃう？うん。うんふん。うまっ。本当はさ、この少なくなってきたスープの中にご飯入れたら美味しいよね。うまい。私シーフードよりこっちのが好き。ピリピリしてるから。これなんだろう、カマ、カニカマ、うん、わかんない。食べても何か、ひたすら食べる動画。ちょっと待って、やっぱなくなるの早いわ。もうないもん、どうしよう。もう一回食べようかな。カップ麺ってさ少ないよね。私もうちょっと大きくていいかな。あのラーメン屋さん行ったらさ、ラーメンとご飯と餃子となんか定食みたいになっててくるじゃないですか。たっぷりお腹いっぱいになってもう夜食べれませんみたいな、そのくらいがいいな。全然もう一個いけるもん。もう一個いこうかな。辛ラーメン食べようかな。でもなソーセージないのきついかな。どうしよう。うまい、おいしい。すごいおいしい。あのシーフードのさまろやかな感じ、口の中に広がるあの感じにピリ辛があるからすごいパンチがあってうまい。うん、辛いの時期にはたまんないな。もう一個食べる？悩む。もうなくなっちゃったから。完食。完食です。スープ全部いったらお腹いっぱいになっちゃう。なればいいか。期間限定。めちゃくちゃ美味しい。みんなぜひ買ってみて。はい、まだ売ってるのかな？期間限定でどうなんだろう。いつ買ったかな。でもそんなに1ヶ月前とかに買ったやつだから。おすすめです。お腹いっぱい、ということでした。はい、本当食べてただけの動画なんだけどこれどうする。あっちんちんだわ。あ、でも暑いわ。結構汗かいてきた。結構暑いです。食った、裏裏メニューなのかな。裏って書いてあるからシーフードヌードルの裏メニューみたい。ぜひ食べてください。私こっちの方が好き。ということで今日はマジで食べてただけなんだけどどうする。本当に食べてただけの動画だ。あっという間に食べたしね。7分くらい食べたかな。ごちそうさまでした。また食べます。それじゃあ皆さん、おつまゆ。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。